高槻ジャズストリートは毎年ゴールデンウィークの2日間に大阪府高槻市の複数の会場で開催される無料の音楽イベント。観客は毎年10万人以上を集め、開催中の2日間は会場周辺を中心に街中がジャズバーン、ライブハウスと化す。市民ボランティアからなる高槻ジャズストリート実行委員会によって運営されているイベントで運営資金は スポンサー協力、寄付、募金、T シャツをはじめとするグッズや飲食ブースの売り上げで成り立っている。パンフレット及び全会場への入場、演奏はすべて無料である。会場は、阪急京都本線高槻市駅、JR 京都線高槻駅周辺の一帯。高槻市立東園小学校グラウンド、高槻現代劇場とその周辺。 関西大学高槻ミューズキャンパスなどを中心として、高槻市駅高架下のスペースや駅周辺の飲食店店内、店頭、郊外のアクアピア・ア川、摂津教公園などの複数の会場で開催される。出演バンドは、プロミュージシャンや一般公募によるアマチュアバンドのほか、毎年1月に高槻現代劇場で行われる高槻スクールジャズコンテストの優秀バンドに、 出場枠が割り当てられる。本イベントの特徴として、無料巡回バス、パラダイス号の運行が挙げられる。これは、高槻市交通部のバス2台を借り上げて、会場内を巡回するものであるが、バス車内そのものが演奏会場となっており、一周で一バンドが演奏するスケジュールとなっている。巡回ルートは以下の通り、途中降車も可能だが、 人気のあるミュージシャンが乗車して演奏する場合には、そのミュージシャン目当てで行列ができることも稀にある。2009年は39会場で開催予定。5月5日は茨城市でもジャズイベント、茨城音楽祭を開催。また、2009年10月に秋のジャズフリマ、高槻食の文化祭を開催。音楽のジャンルは多岐にわたり、ジャズ、ブラックミュージック、 ブルース、フュージョン、ラテン、ビッグバンド、ボサノバ、ゴスペル、ティキシーランド、ジャズ、エトセドラと様々な人が楽しめるものとなっている。ボランティアによる運営で人的リソースが少ない上に10万人規模の来客者がいるイベントのため、来客誘導やゴミ、騒音などの問題などを抱えている。事前準備及び当日のボランティアスタッフを通年募集している。 詳しくは外部リンクの項を参照。1999年に高槻の街を明るく楽しい音楽あふれる素晴らしい街にしようというジャズ好きの市民有志によって立案された。そのため運営も主婦や学生、お年寄りなどの市民のボランティアが主催している。大規模なジャズイベントを無料で行うとあってメディアでも注目され、第1回は 予想を大きく上回る3万人が来客するなど、町おこしイベントとしては大成功であった。その年の11月に行われた、高槻ジャズフェスティバルを NHK が取材、音楽あふれる街に憧れてという番組を制作し、全国ネットで放映された。第1回から毎年秋には、高槻ジャズフェスティバルが開催されており、また、2010年からは、身近な音楽イベントとして、 新たに、高槻ジャズ風景が開催されている。2001年に、財団法人大阪21世紀協会が選ぶ、大阪優れもの21章を受賞し、2005年には、第22回、大阪府町づくり功労者賞を、高槻ジャズストリート実行委員会が受賞している。第10回を迎えた2008年には、観客動員数が15万人を超え、 日本最大級のジャズイベントとして2009年1月27日に大阪ミュージアム登録物に認定され、ダンジリ祭り、天神祭りなどとともにベストセレクションに選ばれている。高槻ジャズストリートは地域活性のために企画されたイベントで、第1回目から様々なイベントが行われており、アートの森やフリーマーケットは多くの来場者が訪れるイベントでもある。 2020年に開催予定だった第22回は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、同年4月12日に中止とすることが決まった。すべてが、ボランティアによる方針を掲げ自治体からの補助を受けて、おらず、開催の必要経費は、T シャツなどのグッズ販売や飲食ブースの売り上げ、企業のスポンサー料、パンフレットの広告代金、募金で賄っているものの、 第22回に向けて用意したパンフレットや T シャツ制作などで生じた500万円以上の経費が第22回の中止により赤字となる見通しで2021年の第23回以降のジャズストリートの存続が危ぶまれている。高槻ジャズストリートパンフレット 1999-2011-2014ABO of t o 大阪高槻ジャズストリートに759バンド集結。朝日新聞。h t t p w w a a s a h i c o m アーティクルズアッシュ 5136CQH51 pptb002 html 2015年5月10日へ図覧。中高生ら警戒にスイング高槻でジャズコンテスト。産経新聞。 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュリージョンスラッシュニューススラッシュ150121スラッシュ rgn1501210014-n1.html2015 年後が10日閲覧。日本列島小さな旅音楽あふれる街に憧れて大阪二日月市。ありがとうございます。